パンパンツァイ、電気だけです。こんにちは。はい、ということでですね、今回の企画は、彼女カッコ仮のお風呂を覗いたら、どういう反応するのか、イエーイ。まあ、このことはですね、実はミュウにも伝えておりまして、ターゲットはね、うちのね、主砲、ルナちゃんに仕掛けたいと思います。まあ、僕がミュウのシャワー覗こうよ。ルナお願いだから覗こうよって言ったら、ルナ絶対やめてって言うんですよ。だけど俺はもう無理やり覗きに行きます。そしたらね、ミュウも知ってるんで、デデデーっていう簡単なドッキリですよ。ということで、これを仕掛けていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。海やばくね。雷落ちそうな。ドーン。この前めっちゃさゴロゴロやばかったね。お腹が痛とかと思ったよね。リスクがさストーリーが来てたじゃん、オープンチャットのやつ。あれ見たらさ、すごいファンの子グループ内でさ、ワンマンザについて話したりとかさ、そこで交流してて仲いいなって思っちゃう。今こういう環境だからさ、会えないじゃん、ファンの子同士でも、いいよね。侵入したい。あんた侵入したくない？しよう。いや緊張するわ。オープンチャットを見せてノートがあるんだけど、そのノートに最終目標は漫才3人が一緒にも来てくれることですみたいな。え、書いてあるの？そう、速攻俺だけなんか夢達成しちゃってさ、漫才で一番安い人だったちょっと入っちゃった、好奇心で。でもよかった、入って入ってよかった。西君、西君ってで、俺すっごい寝癖だったけど自撮りしてあげて。あ、そうなの？うん、マジで。うん、嬉しいね。早く見えないかいね。って言ったらめっちゃめっちゃ良くなって。やばいね、雨。何の時代なんだ。アミーサンサンダーアチャー。今日の一番風呂もらいます。聞いてた？一番風呂？聞いてた。全然話聞いてくんないじゃん。今俺のね、インスタント動画を考えてる。どうでもいいからそれ。インスタント動画、ほんまにそれ。いや、あんたも親身になってたやないかい。あははは、さあ、おらい。誰が一番風呂入るの？聞いてないじゃん。そうそう、突っ込むんじゃなくて、入ったみてさんと話聞いてくれないで、そんなに。入ってくるね。あはははお風呂汚い。それは、誰かが掃除してないからだよ。書いたん？結局まだ変えてない。シャワー浴びたね。浴びたけど何？こんな感じなんだろう。何がねえ、キモいからそういうの。マジでキモいよ、普通に。俺本当に大好きすぎて、もう純愛だから見ちゃおうかなっていう。じゃあ見ないといけない、もう使命感、マスト。何々しなければならない。うざい、そういうの。みゆちゃんのことが好きだから見るってこと。見ないといけない。え、マジでキモいからね、そうやってること。捕まるよ、普通に。え、だって考えて、まず普通にそこにいて嫌じゃない、自分が入ってるとこ聞かれたりとか。俺別にいいもん、全然そういうの。まずあんた吹っ切れてるんでしょ。吹っ切れてるからこそ性の方に転換して。いや、それはみゆちゃんにかわいそうじゃない。性はまんだらでもないんだ。みゆちゃんそういう軽い女じゃないか、やめな。覗くのはちょっとがっかりかも。今までずっとしたの、それって。いや、してないけど。じゃあやめな、今日に限って。ルナがいる前ではするのやめな。いなくなって。それは違うから寂しいよ、それは。本当に覗くってなったらルナマジで来るよ、普通に。じゃあもういいか、早くされ。いや、なんなの。大事に思ってるのはやめな、本当。ルナは見に行ってるけど、見てこようかな。いいね、それ。じゃあ、あんたはだから勇気ないんですよ、そっから進めれないんですよ、前に。いや、もう一回許可取っていい？許可取って OK だったらいいじゃん。無理ってなったら、こいつそういう無理ってなったら、あー OK、 ごめんごめん、間違えた。一回来い。とりあえずやめよう、ほんと。キモ、普通に。じゃあさ、見て何すんの？もう脳裏に焼き付けて。キッシュ、マジでお前。行かせてよ。じゃあ、行きたいぐらい体で表してみ。ちょっと投げ行きたい。もうやっぱいいな。とりあえずやめよう、ほんと。なんで？じゃあ、後で言うで、ほんまにみーちゃんにそういうことしたって。あんた、それで今後の関係潰れたら終わりだよっていう。見たいって気持ちはわかるよ、そういう思春期っていう。バカにすんな。普通に行かせてとか取るし、ちゃんといいって一回聞くしさ。で、見るなら絶対 OK するから大丈夫。絶対しない。大丈夫。
自信がある。いや、どこにそんな自信がある。なんか振られてるんだよ。もう行きたいの。行くね、マジで。現実見な。考えたら分かるでしょ。1回ぐらい協力せよ、お前。俺に1回か協力してくれたことあるんか。あんたはルナに感謝しなあかんで。協力してないって言うけど、あんたね、ルナ本気のままどんだけ協力したと思ってる。結果ダメだった。それは自分の見た目とか中身がさ、磨いてない。それは言い過ぎた。結構失敗したけど、仲悪くなる可能性もあったけど、今は仲いい方向にまだずっと進んでるじゃん。あんたはそれを潰すのってまた言ってるの。そういうわけじゃない。だから普通に面白半分で言っていい？オッケーみたいな感じのノリで、わーびっくりしたーみたいな、いやーっていうのに。なら別にルナが行けばいいじゃん。俺の方がおもろくないって。ただキモいだけ。いいやんが別に。そんじゃあ行けば勝手に。じゃあ行くよ。うん、ただルナはもうすねるよ。すねる。すねるよ普通に。何回も止めてんのに言うこと聞かない。あんたは悪いから。習ったでしょ学校で、人がダメって言うことダメって。じゃあでもそうやってルールをね破りつつ上に行く人っていうのが結局一部なの、絶対的にね。おかえり。ねえこいつマジでムカつく。何が？さっきこの人のぞこうとすんだよ。あろう？いいよ、なんともいいよ、断るよ。ほら、いい。騎士だからいいよ。なんで騎士くんに見られていいの？あんたそんな体、あれだよ。良くないよって。そんな体を、いろんな人に見せたらダメ、こういう人とか。でもいいって言ってんだから、ミユは、うん。でもダメって、これからいいな。別にいいかな、騎士は。てか、ミユちゃんも見せていいんだ。いいよ。見られてどんな気持ちになる？最高っす。じゃあ見せますか。いいっすか、アミちゃん。いや、いいっすよ。いや、てかマジそれでいいの？いや。だってさ、振った人よ、一回。じゃあまず上から。いやあんたら普通の顔してるけど、周りから見たらおかしいよ。いや、でも、見せたいし。見たいし。ウィンウィン。思ったの？うん、見せたい。見たい。ウィンウィン。おかしいからやめて、ほんとに。いいやん。もうルナ爆発しちゃう。うちら変。じゃあトイレ行こう。うん。それも変。お風呂見せ合うのも変。変。ルナがおかしいんかな。うんじゃないから、マジで。そうやって人の守ってあげてるものをさ、バカにすんのやめて。マジ、なんなん、マジで。はい、ということで、ドッキリでございます。見せるわけがないでしょ。やだ、マジで。このために何回すごいこと言ったか。てか、カメラはありましたね、ありました、ありました、はいはい、ということで、今回の曲は、彼女かっこ仮のシャワーを覗いてくると言ったら、ルナはどういう反応をするのか。何の拍手なのねえ、イエイじゃないよ。もうルナ狂ったかと思った。めっちゃ止めに入ってきた。普通にさ、キモくない？いやいやいや。キモくないよね。うん。もうやめよう。キモいよ。キモい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 。みーちゃんのことめっちゃ軽いようになってったよ。まあ、なかなか間違いではない。間違いだよ。でもよかった、ルナがね、まともな人間で。こんなね、しょうもないドッキリやめてください、ほんとに。じゃあ本気なら。本気ならいい。もう嫌だ。ということでね、はい、次回はお風呂場にね、このカメラ仕掛けますか。みんなのお風呂ルーティーン。はい、法廷で会いましょう。バカだよ、お前。早く閉めて。もう早く。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、お待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。